大きな夢。昔々のお話です。おじいさんが夢の種を植えました。大きくなーれ、甘くなーれ。夢はぐんぐん育ち、おじいさんより大きくなりました。おじいさんは夢を叶えることにしました。よいしょ。ところがびくともしません。おーい、おばあさん、手伝ってくれ。はいはい、おばあさんも手伝って、おじいさんとおばあさんと二人で夢を叶えようとしました。よいしょよいしょ。でもなかなか叶いません。私も手伝うわ。孫がやってきました。よいしょよいしょよいしょ。三人で引っ張っても夢は全く叶いません。ねえ犬さん、ちょっと手伝って。おじいさんとおばあさんと孫と犬が力いっぱい頑張ります。よいしょよいしょよいしょ、ワンワン。けれども全然抜けません。おじいさんはこうやってみんなで頑張る過程が大切なんだなと言いました。にゃー、猫もやってきました。よいしょよいしょよいしょ、ワンワン。にゃー、それでも夢は叶いません。猫はネズミを連れてきました。おじいさんとおばあさんと孫と犬と猫とネズミが一斉のせで力を合わせました。パンパカバーン、とうとう夢が叶いました。できないこともみんなでやったらできるんだなとおじいさんは思いました。おしまい。